はい、どうも、はこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、開口経験を探求する漫画家極上、岸辺露伴ですね、とうとうやってきました。岸辺露伴の開口を攻略していきたいと思います。ステータスはね、ご覧の通りです。ではですね、アビリティを見ていきましょう。まずはリーダーアブドゥル、ファイアボームのね、アブですね。点数と愛をつけてます。まあ、リーダースキルが必要だっていうことで入れてます。そしてですね、メインアタッカーのジョースケですね、勇気とユニークドライブ、ディメンションアタック、ディメンションアタックが手に、ようやく手に入ったので使ってみたいなと思います。そしてこちらは育成枠の、オインゴですね、愛をつけてます。こちらもチャカもそうですね、喧嘩と愛をつけてます。育成枠ですね。そしてフレンドにはムタリを迎えております。では参ります。もうほんとディメンションアタックのおかげでこんなにも楽にね、進めるとは思ってもいませんでした。こんなに楽ちんでいいのだろうかなと思うんですけど、まあ、露伴のね、開口自体はそんなに難しいかなっていうふうには思わないんでね、よかったっていう感じなんですけどね。それでもディメンションアタックプラス1でこれだけの強さですからね。いやー、本当ありがたかった。まあ、欲を言えばね、露伴も欲しかったんですけどね。まあ露伴は次回以降取れればいいかなと思います。そしてね、カットインカットですよね。これが入ったおかげでですね、本当に楽ちんにね、進めるようになりましたよね。カウントリミットが入った。でももう倒せるので関係なし。ただね、気をつけたいのがね、本当に全体攻撃をしてくるアブドルとね、範囲攻撃のエンヤバーですよね。こちらの2人がねやってきた場合のちょっと目を離してたら、あ、やられてたっていうねこともありますし、あとテレンスですよね。テレンスの縛り付けも、これもねタイミングがどうなのかっていうのが分からなかったりねしますしね。そしてエリアスキルなんですよね。カットインカット、せっかくあるのにエリアスキルだけはカットインカットになってないんですよね。これもどうにかしてほしいなと思うんですけどね。もうエリアスキルも定着したんだからいいじゃないかなとか思うんですけどね。お姉さん、せっかくやっていただいたんだから全部やってくださいよ、本当にお願いいたします。さあ、ボムですね、周囲のものをなくし、そして頭をちょっと倒すように持っていきましょう。ではもうここは関係ないのでいきますね。倒しました。もう産物が乗ってるのでほぼ何もしなくてもいいような感じで倒せそうですね。障害物をまずなくしてどうかと思ったら、これは痛い。意外に強かったフレンズさん。さあ、そしてディメンションアタック、走りますね。さすがに産物がこれだけ乗ってると、走る走る。さあ、最終ラウンドですね。さあ、障害物をなくし、産物を乗せるために
名称アタック。いや強くなってる強くなってる。こんなにね、強くていいのかなっていうぐらいなんですよね。本当にプラス1なんですよね。猿にやられております。猿にやられております。猿にやられております。猿にやられた。でも猿を通した。走るなー。さあそして何を死ぬことはねえぜ。で生き返らし。さあ倒しました。そして最終増援ですね。ほとんど初音の感覚でいけるのが楽ですね。さあゲージも取られましたがゲージ関係なく進んでいきましたね。はい、これでクリアしました。こんなにね極上が簡単だとは思いませんでしたけどね、まあ、なんとか無事クリアすることができました。動画をね最後まで見ていただいて誠にありがとうございます。またどこかの動画でお会いいたしましょう。ではラザボタイ。